レンさん、良平さん、マセさん、ありがとうございます。こんばんは。そんなよくわかんないガラス渡すときありがとう。レンスの長さん、広重さん、ありがとうございます。お願いします。パラダさん、トシさん、坪井祐介さん、中野さん、ありがとうございます。そう、坪井祐介さん、コーターさん、ありがとう。あー、止まった。シミになってないんです、実は。大丈夫。昨日ミチの顔が小さすぎてびっくりしました。本当に。ソウさん、コウさん、エムケンさん、ありがとうございます。 PKB さん、そう、 PKB 髪切ってないよ、前髪。うん、そう、モバメで言った服。ナオさん、シゲイヌさん、ありがとう。ワンピース初めて来た。うん、ビルマさん、ダダダダムダさん、大崎上島のカズさん、ありがとうございます。全身が見たい、立って、はい、みちか4トン、ありがとう。ルナモンさん、たかしさん、しんちゃんさん、デブニャさん、ありがとう。ちょっと難しいんだけど、全身は多分今日ね、今日撮影をさせて撮影していただいたので、そこで全身を見てください。ここでは見せられません。握手会でもいつか着る。そう、あの、お楽しみで。これはアウトレットで買いましたよ。夏みかんさん、ありがとう。元気。OK。今日の村でメタンコカードだった。うんと？嘘。本当だった。嘘、私今日ダメだって思ってた。今日は全然写真が。ダメやって思ってた。あきらさん、ミラニスタ、ジェケオさん、ありがとう。朝どんな顔だったっけ。うん、朝どんな顔だ。ああ、あれか。みちはアバター作成イベント参加しないの。参加できなかったんです。したかった。後から参加も無理でした。村出より今日も絶好調だった。本当に。さっきまでなんか声がハスキーボイスになって。レイジーさん、パワーありがとうございます。昨日の夜だから昨日の
日付を書いております。ありがとう。乃木坂さんのいつの衣装みたいなの？こんばんは。ハンカレン大森さん、マセさん、キムさん、テブニャンさん、ハマダンゴさん、ありがとう。さっきまでね、めっちゃハスキーボイスでっていう話したっけ今。めっちゃ嬉しいよ、お母さん。帰り道は帰り道は遠回りをしたくなるよ、どこ行けばここ着くか、過去の道には無いいつかできる。坪井祐介さん、としひろさん、マセさん、イシケムシンさん、MKさん、ケンちゃんさん、ユースさん、ありがとう。わっ、もたろうさん、もたろうさん、ハピオカタワーありがとうございます。ジュル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 ーン、わお、中学生なの？いおりさんありがとうございます。中学生なの？初見です、ありがとうございます。ぜひフォローお願いします。タピオカだー。不思議な中学生って書いてある。アイドルネサスの前髪知ってますよ。甘いタピオカミルクティーと、誕生日おめでとう。同い年、昨日誕生日でした、おめでとう。昨日ショールーム夜ね、めちゃ短かったですもんね。デリーさんありがとう。真夏の空そうめんさん、東京特許許可局局長さん、ありがとうございます。もたろうさんありがとうございます。
ありがとうございます。わあ、クマも。もたろうさん、クマありがとうございます。クマクマクマありがとう。もたろうさん、しんちゃんさん、マセさん、ゆうゆんさん、ありがとう。こんにちは、こんばんは。初見です、ありがとう。ぜひフォローをお願いします。あ、いちごミルクいいな。そう、シーズ様さん、最近聞いてない。風を待つの弾き語りを YouTube で見てもらいました。ありがとう。ここにあるよ。麦茶さん、キヨさん、ビルマさん、ありがとう。おだりさんのインナーからびっくりした。インナーから聞いて、私もね、ここがなんかね、なんかここだけ色が違うんですよ。実は昨日は握手ありがとう。ありがとう。 M ケンさん、ありがとうございます。これだけ違ってね、今はあんまりわかんないんですけど、 それっぽいねってなった。そう、インナーからここら辺だけ髪の色が違うやつ。みちもインナーからしたくなってそう。ううん、大丈夫。ヘアオイル、おお。日に当たってか、いや多分あれ、なんだっけ、アイロンか。ストッパーしたら一部色変わったことある。いや、それかな。大事な大半さん、ありがとう。今赤い公園とキノコ帝国にハマってます。赤い公園さんは私のお友達ですよ。ケンちゃんさん、カタゲンさん、ありがとう。そう、ここだけ染めてるみたいな。茶髪ショート、ショートしたい。ショートリコちゃん、あなたの番です。もう今日ね、3回ぐらい見た。そう、フールに入ってさ。中友さん、ゆきかぜさん、りょうへいさん、ありがとうございます。ほんとだ、そらはちゃんがいる。5位にいる。すごい。すごい。5位すごい。フールに入っててさ、一人で1回目見てたんですけど、なんか、一人で1回目見てたらさ、ココアがさ、来てからさ、なんか私も見たいっつってさ、でさ、そっからさ一緒に 2,3 回見た。そう、自分の携帯で流しよったけんさ、一緒に見た。大好きは七押しくんさん、としひろさん、86さん、ありがとう。ダブルの服のまま、そう、今日なんかめっちゃ可愛い。うそん、今日不調。私、お、ゴンジーさん、お誕生日おめでとうございます。よっ、よいしょ。ゴンジーさん、ゴンジーさん、ねー、おめでとうございます。おめでとう。トマト取れたよ、大丈夫だった。みちはいつ七並べやってますか？さっきやってました。配信前に私は並べておりましたよ。
今月はなかなか自分の100位以内に入ることが難しいです。昨日は夜ご飯クラムチャウダーしか取ってない。トマトって痩せるの？私別に今ダイエットしてないんですよ。ただ水を飲んでデトックスしてるだけで、そうダイエットを目指しとるわけではない。そう、どうにもこうにも熱帯夜。こまちんさんありがとう。モタロウさん、タピオカタワーありがとうございます。わお、本当に中学生？中学何年生？ちょっと待って、片方だけ濡らして。すごいでついちゃった。しかもあ、そうなの？じゃ数字に弱いからすぐは換算できないけど、中学 20年生か。うん、いやタピオカ取りすぎとる気は。おいしいな。今月トロブさんの星5使ってソラハちゃんの星4使ってるから、自分の自分のあれで100円になれるか。留年しまくった。あ、本当に今中学生やってるの？中学20年生っておいくつ？これの中いいね。もうやそらちゃん星投げてる。ほんと頑張れ。そうじゃけんでも自分の中のっていうか100位以内を目指してるわけじゃないんですよ。だって私が100位以内入ったら誰かにさ、私のさ月のさ特別なカードがさ届かんじゃん。じゃあ100位には入らないんですよ私はね。私は中学何年生だろう。私はいっぱい、マジ8年生なの？まだいけるじゃん中学生でも。まだ小学生、そっか。ありがとう。ありがとうございます。
カリア調べたからかっこいい。ルカリオかっこいい。そんなに優しくこと言わないで、好きになっちゃう。イエーイ。スクショしたありがとうございます。ニコもタピオカおごってもらって美味しかったよ。ママのことが大好き、ママもあり。翔太郎さん、おっととっと夏だぜさん、ラムノさんありがとう、別室のひでぽんさんありがとう。あのね、髪がサラサラなのはね、やってもらったからだよ。今日乳業こいちさん、くまありがとうございます。くまくまありがとう。女の私もキュンとした。ほんと、もう飲んじゃったな、タピオカ。そう、吸収が早いからね。なんかね、私の親がね、タピオカ風マンナンってやつを買ってきてた。なんかね、多分ね、あのマンナンライフのやつよ。こんにゃく？こんにゃくのタピオカにめっちゃ似せてる、見立てたやつを買ってきてくれてた。そう、こんにゃく、こんにゃくは太らんよね。太るかもしれんけど、あれよね、なんて言うんだっけ、こんにゃくはあれよ、こんにゃくってなんだっけ、お腹にいいやつよ。なんて言うんだっけ、しょ、炭素、違う違う、食物繊維よね。おうおう、チキン大丈夫じゃね。前髪へのこだわり、そう前髪の毛不調。チーク塗りすぎた。今日も唇を塗りました。最近リップ最近リップいっぱい使ってるんです、いろんなやつ。そうな、いつのが知りたいんですかね。スタイルなんだこれはね。あ、見ちゃって変な顔すると可愛さ際立つ。ほんと、そうそう、じゃあ変顔 しとったらいいよね。あの自然目で行きたい日はこのちょっとオレンジ系、あのベージュ系 これはプルプルになる、ちょっとヒリヒリするやつ。これはリップスティック、これ無印ローズの色を使ってるか、これはソラハちゃん、ソラハちゃんがくれたオペラのリップ使ってるよ。これは自然な時に使いたいやつで、最近塗ってる、これ自然でも自然じゃなくても塗ってる、今塗ってる、これ今はこれだけ塗ってる。これツルツルになるとか、あとはこれはちょっと前の公園で使ってたアプリコット、これはエチュードハウスの、これはスタイルなんだ、これは無印、これはオペラ、あ、ごめんね、ソラちゃん倒しちゃった。これはロレアルパリです。これはエチュードハウス、そしてこれはあった、これ見つけたの言ったっけ、マキアージュ。これもね、結構メンバー結構使ってるメンバー多い、これとても、これは公園とかじゃ結構つく。これアカリップさんのほっとかないでレッド、これも結構つく。
で、これとこれはちょっと似てます。あの感じは色は似てないけど使う感じは似てるぐらいかな。私の中に入ってるリップ、この7本が最近常時入ってますね。常時スタイルなんだの気になる。そう、リーズナブルなのが多いから真似しやすくて嬉しい。あ、そうでしょ、イヴ・サンローランが入ってるよ。リーズナブルで思い出した。これ濃い、とっても渋い色だよ。私はね、ルームでね、ルームに来てくださった当日の方をね、あのお誕生日お祝いするのをね決めてるのでね、そうルームに来てくださったらお祝いします。ちょっと待ってね。あんまり取れなかった色つけてみますね。ちょっとアレンジになるって言われたけど、自分はそのオレンジっぽいね思いはしないけど、どうだろう、こんな感じです。一本でツヤツヤする。そう、こんな感じだよ。しんちゃんさん、もたろうさん、ふなさん、ゆきかぜさん、かたげんさん、ありがとう。そうさん、にぎょこいちさん、ありがとう。あと何が見たい？もういい？そう、ナチュラルなの。スースーする。けんちゃんさん、ありがとう。ハンドクリーム使ってない。一番種類持ってるのはリップ、リップですね。リップとかチークが多い。かわいい、ほんと唇かわいい、唇かわいい。ミッシェルさん、誕生日おめでとう。よいしょ、ミッシェルさんおめでとう。ねえ、おめでとうございます。おめでとう。リップの使い方はさっき言ったあの日常的に使うやつと、ライブとかで使うちょっと濃いめのやつよ。マスカラはマスカラ下地を先にしてからマスカラを塗ってるんですけど、マスカラ下地は結構私が使っててみんないいいいって言って、最近みんな使ってる。これエテュセのラッシュバージョンアップ、黒いんですよこれ、下地なんですけど、そう黒いからなんか下地ってなかなか白いものが多いんですけど、黒だからね濡れてなくても大丈夫、白くないから大丈夫。でこれコッコがおすすめしてくれたやつ、ヒロインメイクのロング&カールマスカラスーパー WP02。 WP って何なんじゃろ。そう、茶色です。リップに合わせて他のメイクも変えたりする？
え、あんまり買えないかな。なんかそのメイクに合わせてリップを変える。リップに合わせてじゃなくて、リップが最後だから。リップは重ねたりしても大丈夫なの？大丈夫じゃろ。ウォータープルーフ。あ、よくわかりますね皆さん。タニモンさんありがとう。ももさんありがとう。ウォータープルーフか。下地はねこれ、アスタリフトホワイトパーフェクト UV クリアソリューション。これはね日焼け止めなんですけどね、これ使ってます。今日の服好きも、え、これ大好き。私も可愛いよね。これはねあのね、あのそうふるさと納税で手に入れたやつ。あの家にねお母さんが、親がいっぱいふるさと納税で手に入れた、だから使ってるの。ここがねあの紫外線に当たったらね紫になるんですよ、このなんていうの蓋が。そうだってアスタリフトなんて買えんじゃん。でもそのふるさと納税だと買える、もらったのこれめちゃめちゃいい。でもそう下地は使ってない、これとこれって感じ。そう紫外線出せないからちょっと紫にはできないけど今。ゆきかぜさん、くまありがとうございます。おくまありがとう。そうチョレレンさんありがとう。ふるさとのふるさとの潤いが肌に浸透して、そういい感じです。うん、私になってどうするつもり、ママどこかへ歩いて行くのねえ、何をしたいんだ。ハモンさん、コモチンさんありがとうございます。やっほー。やっぱふるさとみを感じた私から。そう こから入ってこう出ていってるんですね。マスカラはね、あ、ビューラーはねこれだけよ。エクセルのこれ上がる。いつもの夏と違うんだ、誰も気づいていないけど、陽平さん、なおやさん、ありがとう。乃木坂さん好き。原風景って何？まつげ完成、赤茶色って感じのまつげになる。ちょっと茶色いって感じ。そう、今村歌いたくてね持ってきたんですよ。ぐしゃぐしゃやけど、これがないと歌えないからね。カラオケショールーム、ミチの目が一番好き。なんで？エアポッツでカラオケできるの？で、なんかできるって思ってて一回やったんですけど、なんかできなかったかもしれないって感じだった。
ちゃん生で見る方が3倍可愛かった。3倍本当？なんでもいい。みちの青っぽい白目、それめっちゃ言われるんですよね。目が青っぽいって、青っぽいかな。青っぽい。今日から始めたね、私のねメイクのこだわりはね、なんかねどなたか忘れたけどね、あのねメイクをね、メイク動画を上げてたね YouTuber さん、女性 YouTuber さんがね、ここにねなんかハイライトを入れたらね肌が綺麗に見えるって言ってたから、ハイライトポン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 って今日からやり始めましたよ。真ん中の白目が、目ん玉の白目が青っぽいって言われた。しゅんさんありがとう、透けてね。ほんと？どなただっただろう、なえなのさんとかか。ゆうやさんありがとう。それで雰囲気違う、ね、なんか雰囲気違う今日。寝ない方がいいかな、やっぱさっきの今日ずっとあったんですけど、すみません、ありがとう。吉田あかりさんの見たことある？見たことありますよ。吉田あかりさんは女子力動画が始まる前から可愛いって思ってました。スプラトゥーンのイカちゃんみたいな前髪好き。私似てる？なんでそんなに可愛いのか疑問に思ってたら仕事終わった。ほんと？最高じゃん。触覚ない方がいい。ほんと？今日ずっと会ったよ。大阪の握手会でもったいに行きます。待ってます。使ってるコムが一緒で嘘。100均のハローキティ焼きたてのポップコーンいかが？君にスカイダイブ。何言ったの？何も決めてない。でも今充電してるんですよね。充電ができたかしら。やっぱわしっぽいのはこれですか？今日も可愛いさ、ありがとう。逃げ水歌ってがいっぱい。あ歌えるかしら。緊張するわ、なんか久しぶりだから。うん、ねえ、ふふん、あ、
ふなさん、86さん、つばさん、なんちゃらさん、けんちゃんさん、ゆうやさん、20世紀ともちゃんさん、しゅんさん、りょうへいさん、なおやさん、こもちんさん、はもんさん、ありがとうございます。いい歌でしたね。しゅうじさん、ビーディーマンさん、ありがとう。私歌いたい曲があるんですよ。アルシオンが
愛のバスより君が待つ場所まで走る方がいいさ。夕日が落ち直前の空はため息の風が吹き出ています。レディーさん、ビーディーマンさん、つばゆうすけさん、MK さん、AT6 さん、しゅんさん、しんちゃんさん、大崎上島のカズさん、しゅうじさん、ありがとうございます。よしきさん、くま、ありがとうございます。くま、くま、スカパラダさん、ゆうすけさん、しんちゃんさん、ありがとうございます。乳業こいちさん、ありがとう。歌えるかな。僕はいない夏の砂浜、君は誰と海を見るの。仕事は
初めての感情。いいね。ユリイカ歌えないんですよ。
人でいるのが一番楽だった。誰かと一緒にいると僕は僕じゃない。小さい頃からブランコが好きで、水槽に乗っている時はただ相手に合わせた。気づけば君はいつの間にか僕のすぐ近くにいるのに、僕は僕らしくそう普通でいられるのはなぜだろう。それが恋と知ってしまったなら、こんな自然に話せなくなるよ。だから僕たちは似た者同士、昨日はお友達だと思ってる。目の前にはいつもヒントがあり、紛れもない過去の答えがある。諦めるなら一人でいいけど、夢を見るなら君と一緒がいい。話したい誰かがいるって幸せだ。それが恋と知ってしまったなら、こんな自然に話せなくなるよ。だから僕たちは似た者同士、昨日は友達だと思ってる。目の前にはいつもヒントがあり、紛れもない過去の答えがある。諦めるなら一人でいいけど、夢を見るなら君と一緒がいい。話したい誰かがいるって幸せだ。いい歌詞だ。いい歌詞だ。海流のしわよ。
岸線をバスが進む空は高気圧これが最後の夏だから部活のメンバーと思い出作りの合宿全開にした窓から潮風に乗って波音が近づいてくるバスタオルを巻きつけて10秒で水着に着替えよう何でも見せ合える仲じゃないか Once in season 1女の子たちは真夏に恋して卒業してゆくガールズ彼を好きになって一緒にいつも泣いたり喜んでくれたねガールズパパやママに言えない秘密の話言いたいこの海に流したら忘れよういつか真っ白な砂浜青い海の色青春はセンチメンタル水をかけて騒いでて豆の辛さなるが抜けちゃったゆらゆらささやみが運んでいく待ってもう少し男の子たちがやってくるそれまで私たちの夏ガールズと女の子同士は嫌なとこまで見せ合って楽な家庭になるガールズといくつ恋をしたらそうなれるかな可愛い自分だけ演じてたら無理だねもっと今日の私のように人がある歌ったっけこれ STU 大好きな人がある歌ったっけ間違えた
ゆきかねさん、最高かよ。ありがとうございます。お洋服かわいいでしょ。明日マナッタンさんとマイヤさんお誕生日なんですか。
ミキセオバズル、ほんと謎の落書き歌っていいの？でもスリーフォールドチョイスが好きだな。すごい、まあいいか。まあいいかって全然一人で一人で歌う気分。チーズウィッチ入ってなかった。あなたはいつも言ってたよね、世界で一番親友だって。今の今まで信じてたけど、私の目と言ったら口が回らん。ちょっと待って、もう一回やって、もう一回一人で口が回らんのじゃけど、最初出だしよかったのに。MV が大好き、かわいい、めっちゃ。今の今まで信じてたけど、信じてたけど私の笑っちゃったけど、やって。あなたはいつも言ってたよね、世界で一番親友だって。今の今まで信じてたけど、私の元彼と浮気した。うちらは家が近かったし、幼稚園の時から一緒だから、好きなケーキも好きな動物も好きな彼氏も似てるよね。しょうがないかも、気が合う二人、好きになるのも同じタイミング。付き合い始めたのは私が上ハモとさ、メロが分からん、どっちか。私に嘘はつかないって、喧嘩をした後指切りしたね。仕事忙しいって言ってたけど、昨日合コンしたんだって。もちろん誘いたかったけど、誰かの紹介嫌いだったよね。ある日突然巡り合うような運命でなきゃ恋じゃない。
それ誰かと練習しようこれ。ごめんなさい。 A メロサビじゃないわ、大サビ歌えなかった。うん、よくないって。よくないって。トロミチコッコでね、スリーフォールドチョイスをね、歌いたかった。歌えないかな。いいよね、絶対いいよね。
番にしよっかな。めっちゃ歌いたい曲があるんですけど、硬い殻のように抱きしめたいっていう曲がね、アシュのソロ曲なんです。アシュさんの。でも歌えるかな。結構前に歌ったことあるんですけど、ででで終わるもの、でたった一回だけでも、55分だ。一番だけ歌って、誕生日も珍しく弱音吐いた、君らしくない君だから、黙ってそばにいてあげる。何があったかなんて聞いたって何にもできない。涙を流してくれたら今より
一日お疲れでした。ありがとうございます。まだねー。いいかった。いいかった、いいかった。またねー。また明日。